今日も筋トレやっていきます。食事をちょっと見直します。晩は普通に食べるんですけども、朝昼はケトジェニックの時と同じように糖質オフ、そして MCT オイルを積極的に取っていきたいと思います。はい、豆腐納豆と生姜焼きと天ぷらです。今日は長男の雄星くんがお熱ということで会社も休む事態になりました。家族全員出勤できず、学校も休みました。陰性ということで明日からは通常通り会社に行きます。100キロです。110です。散髪行きたいと思います。高校の連れに切ってもらいます。おう、ほんで明るいとこ作っていこう。おう、で極端に差をつけて、うん、ほんで任せるか。そこほんで色が最初、そうそうですね、まあ、分かってます。どうかや、結構遅くもないんじゃない、うん、初 YouTube やと思う。ありがとうございます。今日は高校の連れの村田くんに髪切ってもらいました。
豆腐と酒とカラスガレーと餃子です。はい、今日も筋トレしていきます。昨日先週下半身のトレーニングしてから左太もも裏のハムストがなんか突っ張るような痛みがあるんで、今日は下半身やめときます。はい、100キロです。あー軽っ。